6月2日金曜日、時刻は1時半を回りました。 FM ギノワンをお聞きのリスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？はい、ここからはチカピカボイスのお時間でございます。歌って踊ってギターの弾き語りをしているボーイッシュなアーティストことチーカーが、ここからはお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、このチカピカボイスという番組ではですね、ボーイッシュなアーティストことチーカーが日常の出来事について議論したり、スカッとする歌声をお届けする番組でございます。ということで、昨日から6月が始まりの、もう1年半分は終わってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしですか？先週はですね、今年入って2回目の飲み会で体調を崩したっていう話をしてですね、そこで体調崩したので、体にいい食べ物とか皆さんに紹介できたらいいなって思っていろいろ考えてきたんですけど、時間が足りなかったので、それは、はい、今日はですね、その続きのお話をしてみたいなと思っております。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com でございます。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンからのホームページから見ることができますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。そしてツイッターとも連動しておりますので、皆さんたくさんたくさんツイートしてくださいね。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあるので、そちらをクリックしていただきますと完全同時生放送がお楽しみいただけます。それでは今日も最後までよろしくお願いいたします。勝手に終わらせてしまいましたけど。はい、ということで時刻はですね1時33分を回りました。ただいまチカピカボイスをお届けしております。はい、先ほどちょっと言ったんですが、6月2日半分超えちゃいましたって言ったんですけど、全く超えてないですね。7月から半分ということで、はい、ご指摘をいただきました。そうですね、もう後半戦ですよ、この2017年もですね。そうですね、このなんだろうな、この私はこの前半は結構内地とか行ってストリートライブとかしたり、あとライブとかも結構経験させていただいた、そんな上半期でございます。はい、いかがですか？はい、はい、FM ギノワンのめぐです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。上半期、はい、内地とか結構たくさん行ったんですね。そうですね、東京行って名古屋行って、どちらともストリートライブをしに行きました。箱でやったんじゃなくて、はい、ストリート、もうストリートオンリーで、すごいですね。とっても楽しかったです。すごい根性ありますね。いやいやいや、でも本当に楽しかったですよ。ストリートライブが好きなので。いいですね、はい、東京とか名古屋とか反応いかがでしたか？結構沖縄ブラウンドっていうんですか、うん、もうなだそうそうとか海の声とか歌うと、うん、結構人が集まってきていただいたりとか、うん、素敵な出会いとかもありました。沖縄出身なんですよって言ってくださったお客さんとかいて、
結構長い時間聞いてくれるお客さんもいて、結構私も勇気をもらいながら楽しみ、すごい大収穫ですね。本当に楽しかったです、うん、感じで、はい、で6月入りましたけど入りましたよ、はい、はい、まだ1年の半分は終わってなかった終わってないですまだまだ終わってなかったです。自分の中では終わってたんですけど、まだまだですよ。もうこれからですもん ね、あと1ヶ月ありました。もうこれそうですね、もうこの1ヶ月はとりあえず、まあ、ライブもあるので6月13日火曜日に、うん、そうですね、そのライブに向けて調整したりとかいろいろ準備したりする月にしようかなと思っております、はい、うん、いいですね、はい、ということで今日は、はい、早速コーナーを進めたいと思います、はい、まずはこのコーナーからいきたいと思います、はい、チーカーのミュージックボックス。このコーナーではチーカーが気になる曲を紹介するコーナーでございます。はい、私が紹介する本日紹介する曲は珍しく洋楽です。それでは早速聴いてください。DJ Khaled featuring Justin Bieber で I'm the One。お届けしている曲は DJ Khaled featuring Justin Bieber の I'm the One という曲でございます。私がこの紹介する曲はですね、キャッチなサビ、今聴いていただいたと思うんですが、キャッチなサビとリズミカルなメッセージのこもったメロディーがとても、なんだろうな、ノリが良くて、初めて聴いた時からですね、なんだろう、楽しくてハッピー感あふれる、そんな曲で好きだなってすぐ思いました。この夏にハマりそうで、私が思うにこの夏にハマりそう、いろんな人方々が聞くような、そんなハマりそうな曲で、私が今一番注目しているサマーソングでございます。晴れた日のドライブとかですね、または海とかでも聞いたらよく良さそうじゃないですか、皆さん。ということで今回私が紹介した曲は DJ Khaled featuring Justin Bieber で I'm the One という曲でした。
はい、お届けしたのは DJ キョヨドフィーチャリングジャスティン・ビーバーで I'm the One という曲でした。ありがとうございました。はい、ということで本当は冒頭に私言いたいことがありました。なんか熱くないですか？そうなんですよ、そうなんですよ、スタジオの中が熱いんです。そうなんですよ、ね、今日は実はスタジオの中にあるクーラーが故障していまして、普通です。ただいまドア全開でお届けしております、はい、なぜかですね、あのなんだろうな、このスタジオが熱いんですよね。そう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 、スタジオ内が熱いです。スタジオ内がね、はい、機械がいっぱいあるので多分、あ、このね、そうかもしれないですね、電子機器のモーターとかがすごく熱くなっちゃうんですよ、はい、自分はですね、喋、はい、りすぎて自分の体が勝手に熱くなってるのかなってほてってるのかと思ったんです。ほてってるのかなって自分なりに思ってたんですけど、実は全体的に熱いです。機械の関係もあるんですね、はい、部屋の中が、はい、あ、なるほどです。はい、そんな中でただいま、はい、チカピカボイスをお届けしております、はい、さてさて次のコーナーに移りたいと思います。はい、チカのトーキングトーキングタイム、イエー。このコーナーではチーカが最近の出来事についてとにかく喋りまくるというコーナーでございます。皆さんも最近気になる出来事とか何でも構いません、もうメッセージお待ちしております。もちろんツイキャスで見てくれてる方々もですね、ぜひぜひ最近のなんだろうな気になる話題とか何でもいいのでコメントお待ちしております。ということで今回私が喋りまくる話題はですね、はい、先週も喋りました、その体調壊してですね、ねえ先週ね、はい、ちょっと3日間ぐらいやばかったですかね、はい、でも鼻声でした、今以上に鼻声でした。はい、で先週は本当はですね、体にいい食べ物とか ぜひ皆さんに紹介できたらなって思っていたんですが、はい、時間がね足りなくて紹介できなかったのでね、そうですね、持ち越して今日皆さんにご紹介したいと思います。ですね、体調崩しまして、まあ、崩したらまあしょうがないですよね。3日ぐらい薬飲みながら寝込んでたんですが、やっぱり病み上がりってちょっと体弱いじゃないですか。そうですね、病み上がりにですねダンスのレッスンに私参加したんですね。大丈夫ですか大丈夫ですかって結構周りの方にちょっと心配していただいたんですけど大丈夫じゃなかったです実際病み上がりで、もう病み上がりでやっぱり大体病み上がりって自分貧血になりがちなんですね。貧血でも本当にとりあえず動いてなりますよね、もう本当にクラクラするっていう感じで、うん、立ち上がるじゃないですか、立ちくらみとかよくする方で、そういうタイプで、なので今回は貧血について貧血の時に何の食べ物がいいかっていうのを紹介したいなと思っております。はい、まあ、貧血といえば、まあ、皆さんおなじみのレバーがいいってよく聞きませんか？よく聞きますね。レバーはですね、鉄分とビタミン A 群、うん、これはですね免疫向上のためのもので、うん、それとビタミン B 群、これは皮膚と髪を健康にするという、まあ、体を健康にする余分でありまして、その他、はいはい、いろんな成分がございます、はい、ここで皆さんに質問です、はい、レバーには牛と豚と鶏の3種類があるんですね、はいはい、一番栄養がたくさんあるのはさてどれでしょうか？どれでしょうか？どれでしょう？はい、一番体が大きい牛、はいはい、牛、あーブブーブーでした、はい、まあ牛じゃなくて正解は豚です、はい、あー豚なんだ。はい、豚なんですよ。豚のレバーは最も鉄分が含まれている食べ物界の中でもナンバーワンです、トップワン。すごい。でよく料理とかにで出てくる例えばの料理はですね、うん、例えの料理はレバニラ炒めとかが結構、うんうんうん、豚レバーを使っているのが多いタイプで、
炒め物とかによく入ってます、うん、入ってますね、はい。まあ、豚レバー以外にも血液貧血にいい食べ物がございまして、うん、うなぎ、はい、ほうれん草、はい、納豆、はあ、しじみ、全部大好きなんですよ私なのに貧血なんです。もう完璧じゃないですか完璧にもういつ もう納豆とかも毎日食べるぐらい本当に好きでめっちゃ食べるんですけど、なんでか知らないんですけど貧血になりがちなんですよ。まあそういう体質でもあるんですかね。ねえ、あるのかもしれないですね、はいはい。どうですかレバーとかあんまり好きじゃない方とか多いかなと思うんですが。でも結構好きです。あ、そうですか、はい、食べれます。レバニラ炒め美味しいですよ。美味しいですね。もう大好きなんですよ自分。あとレバ刺しとか大好きです。レバ刺しとかね、はい、美味しいですね、はい、そうなんです。そうそう、ということで私が今回トーキングトーキングタイムで紹介したのは貧血にいい食べ物でした。ありがとうございました。はい、次のコーナーに行きたいと思います。チーカーのスカッとコーナー、イエイ。やっとやっと歌声を披露する時が来ました、はい、このコーナーではちーかのスカッとした歌声をお届けするコーナーでございます、はい。先週はですね本当にもう体調崩して鼻声で声もちょっと出にくかったの で、ねね、私の曲を流してスカッとスカッとするコーナーでした。スカッとさせたコーナーでしたね、はい、今回はですね弾き語りを、はいはい、今日は弾き語りをやりたいと思います。久しぶりに。お久しぶりですよ。しかも新曲を、新曲をやります。新曲ですか。はい、病み上がりからの作った曲です。やった。でも全然風とかは関係ないです風とかはちょっと関係ないんです。関係ないんですけどまあとりあえず元気が出るような曲です。いいですね。今日歌う曲は私のオリジナルソングで新曲サンライズっていう曲です。日はまた昇るとか日の出とかそういった意味がありまして、まあタイトル通り元気になる、元気になるような曲を作ってきました、うん、はい、新しく。なのでぜひぜひ聴いてください。お願いします。それでは早速聴いてください。サンライズ。小鳥たちのさえずり声奏でる音色に気を取られて、朝を迎えた東側に浮かぶサンライズ。地上を照らし出す光、アクアマリン染まる空は風が吹いてく。どこまでも行ける、そんな希望を胸に抱いて、今日という瞬間を輝かせたいから、 Beautiful Sunrise Sunrise、 ここから
る車、流れるミュージックに乗せて、澄んだ空と刺さる日差しは熱くさせてく。信号待ちしてる並ぶ道には泳ぐ影ろう、きっとその先は素敵な出来事が待ってる。だからサンライズサンライズ、どこまでも行けるのさ、ファイラーウェイ、オーサンライズサンライズ、何も恐れることはないさ、届けしたのはチカでサンライズという新曲でした。いい曲ですね、はい、すごいかっこよかったです。ありがとうございます。自分こういう曲がとっても好きで、すごい元気もらえますね。本当にサンライズって覚えやすくないですか。覚えやすいです。フレーズ的にもサビも、はい、ね、サンライズ皆さんも歌ってみてください。ツイキャスコメントいただいてます。ありがとうございます。国吉優さんかな、はい、イエーイ見てます、パチパチ、ありがとうございます。パチパチ、実は見るの3回目です。実はそうなんですか。こっちに浮上するのは1回目、初めてですよね。初めてです。ゆうくんいつもありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ということで今日もなんかギリギリな時間でした。よくいっぱい喋り倒しましたが、はい、もっともっと喋りたかったんですけど、実はね、30分あっという間ですね。あっという間ですね、本当に。本当ね、まあ、続きはまた来週お届けするということで、はい、そろそろお時間ということでですね、皆さん本当に最後まで聞いてくれてありがとうございました。来週も、1時半からですね、チカピカボイス、番組があるので、ぜひぜひお時間ある方は皆さん聞いてってください。ということで本日、お相手はボーイッシュアーティストことチカと、はい、FM ギノワンのメグでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。